着いたね、菅谷さんに。あのなんかめちゃくちゃいい部屋じゃないですか。今日も最高、最高しかも言葉出ないですね。いやもう帰ってきた感がやべえ。ただいまって本当すっごいここめっちゃいいとこなんで、ここ。いやちょっと休みますか。なんかねニヤニヤしてしまうよね。マジでいいっすよね。いやいいわ、最高いい部屋マジで。じゃあとりあえずかな。そうだね、とりあえずやりましょうか。とりあえずやる。まあお疲れ様ということで、とりあえずかな、とりあえずの乾杯をしたいと思います。朝日スーパードライですね。マジで日打ち屋だけ過酷だったけど、うん、最高の景色を見れました。はい、じゃあお疲れ様です。最高の景色ありがとう。いい、ね、ありがとうございます。あーうまうまい。聞くわ聞くわ。もうね、足がごぼうのようです。足が棒じゃなくてごぼうのよう。もう最高、過酷だねマジ。マジだ。山本さん、ビールも飲んだことで、飲んだね。今、お昼が、お昼じゃない、お風呂が沸いたということで。顔は赤いけど大丈夫。日焼けかな。日焼けかな。お風呂が沸いたということで、うんうん、これから、じゃあお風呂行こうか。お風呂に行きたいと思います。じゃあ行きますか。楽しみですね。ラージャ。はい、じゃあ行きます。あ、来ましたね、山本、お風呂に。お風呂の方までね。やっぱ綺麗だよね、本当に。本当に綺麗だよね。あ、懐かしい、最高。最高だよ、うん、なかなかない。お風呂いいんだよね。あ、早く入りたいわ。最高、入りたい。入りましょう、入りましょう。まずは服を脱いで。そうだった。じゃあ入りますか。いいお湯でしたね。最高だったね。最高だったね。気持ちいい。回復したね。ん？回復した。回復したね。じゃあ頭乾かしたら部屋に戻りましょうか。戻りましょうね。はい。さあ、風呂入ってきた。めっちゃ良かったね。コテコテになりましたね。コテコテになっちゃった。廊下ですごいご飯のいい匂いしました。しましたね。マジで疲れちゃった。はあ、ちょっと結構長風呂したからね。はい、はい、山くん来ましたね。お待ちかねです。ご飯ですね。めっちゃうまそう。めっちゃうまそうだね。これ天ぷらめっちゃうまいんだよね。ね、お魚めっちゃうまいし、楽しみっすな。バサシもめっちゃうまいし、今からビールも来ますよ。いただきます。じゃあ美味しそうです。唐揚げも来ました。あー早く食べたい。あ、やべ。じゃあ山くん、お疲れ、ありがとう。お疲れ様でした。今日は次がでうまくいったな。めっちゃうまい、サンキュー。ありがとうございます。じゃあ俺次はせよ、山くん。させ。じゃあ山くんいきますよ。はい、いいよ。トク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 。おー、はい、オッケー。ありがとうございます。山本くん、今日も最高でした。はい、最高でしたね。ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。超うめえ。最高のプリだね。食堂も喜んでるわ。うわ、じゃあね、そこのご飯をよそっていよいよ食べましょうか。はい、はい、じゃあ山くんお願いします。ふっくら、めっちゃ美味しそう。お部屋もね、すっごい綺麗。マジでめちゃくちゃ綺麗。あ
会津の米です、ね、なんかもうここってほんとどこも綺麗だよね。うん、これ会津の米ですね。会津の米ピカピカ。うわー、どうぞ。お前がありがとう、食べてください。ありがとう。テンション爆上がり、テンション爆上がり、すげえ幸せね。うん、最高の人生生きてるわマジで。じゃあいただきまーす。でも食べるのもったいないわ、矢野君。あ、もったいない。マジで。いっていいっすか、これ。いいっすよ。最高です。最高。あー、やべえ、うまい。絶対うまいよね。超うまそう、マジで。なんだっけ。ねえ、絶対うまいでしょ。うん。うまそうだね、俺も食べていい。矢野君、次何？あ、煮魚。うまいんだよね。最高のでしょ、絶対。今、豚汁も持ってきてもらってね。すっげえ美味しそう。うますぎる、うますぎる。いやー、やばい。俺も食べたいわ。唐揚げ今食べたんだけど、マジでうまかった。トマトもね、とろとろ。デザートですよ、デザート。トマト？うん。トマト最後に取っとく。デザート。じゃあ、俺も食べるよ。うん。なんか俺も、水かな。めっちゃ美味しそう。うん、絶対うまいな、これめっちゃうまいね。めっちゃうまい、トロットロだよね。うん、このタレの、うん、味付けめちゃくちゃうまい、マジ。なんかホッとするよね。米もめっちゃ、ご飯も美味しいし。うん、食べるのもったいね。ゆっくり食べましょう。まだこういう天ぷらさんとかね。そうね、この豚汁もめちゃくちゃ今気になってて。はいはい、これおばあちゃんの野菜ね。そう、作ってる野菜、うん、山菜も取ってきた。うん、山菜すげえ美味しい、マジで楽しみです。めっちゃ美味しい、マジで。すごい美味しい山菜。うますぎて無言になっちゃうよね。うん、これ、うん、野菜たちね、おばあちゃんが作った野菜たち、このもの入ってます。すごい具沢山。いただきます。うまっ。うまい、すんげーうまいよ。めっちゃうまそうだもん。甘い野菜、あー、うまい。具沢山やばいね、ちょっと見せて。あー、スープも最高。おー、泣くね。うまっ。うわー、うまそう、マジで。うまい。めちゃくちゃ豪華な豚汁だね。うん、いろいろ具材がね、たくさん入ってる種類。うん、すごいわ、栄養満点だね。栄養満点だね、俺も食べていい。うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかったね。うん、めちゃくちゃ楽しみにしてたんで、腹がパンパンっす。マッチ、ごちそうさまでした。あと部屋に戻って、まあ、ゆっくりしますか。うん、そうですね、はい、じゃ行きましょう。はい、はい、なんか、はい、お腹いっぱいっす。お腹いっぱいだね、本当にね、すごい、めっちゃ美味しかった。美味しかったね、最高。寝床の準備をしますか。では、はい、頑張って敷いてください。あ、ワンタッチですね、最高。パパッとできちゃう。お腹いっぱいの僕たちにはありがたい。僕も寝ちゃうかもしれない。寝ちゃうよね。お腹いっぱいだしね。あ、じゃあ、OK。はい。ああ、やべ。やべ。お日様の香りが半端じゃねえ。マジ？ポカポカ。気持ちそうだね。ああ。朝本さん寝ないでよ。こっから飲むんだから。ああ、そうか。うん。そうだね。ただちょっとお腹消化するまでさ、その体勢でいていいよ。ただ寝ないでね。気持ちいいます。俺も布団敷きます。ああ、もうね、布団敷いたらこうなっちゃうよね。布団めっちゃ気持ちいいよね。ああ、いい香り。お日様の香りするでしょ。お日様の香りがする。
すごくいい。じゃあ、ヤノマン君。おやすみなさい。僕も入る。じゃあ、おやすみ、ヤノマン君。何で待たれちゃう、うん、飲むんだからね。ちょっと休みます。あれ？どうやったの？すげえ。マジで。バンに？うん。すげえ。何やったの？嘘？ほんと。一回やってみて。ちょっと、マジ？すごい。この引きの席なんだ。テフと六眼なんだ。初めて知った。今度からさ、あのウィートクときさ、こうやってやってさ、うん、え、これも止めときよ。こう違う。すげえ。はい、はい、はい、じゃあね、少しお腹の方も落ち着いてきて、うん、まあ布団でね、少し横になったの落ち着きましたもありますけど、まあ二次会と行きましょうか、恒例のね。俺はレモンサワー。僕はまだビールが残ってるんでビールいただきます。あー眠い。いやー、どうでしたか今日の樋口ヶ岳は。樋口ヶ岳はね、6時半に来て、これから、7時半から朝食なんで、ご飯を食べて出発します。で、ヤノマン君今歯磨きに行ってるんで、それで今さ、めっちゃ外いい感じなんですよね。おはようございます。おはようございます。うわー、すごい朝食です。めっちゃいい匂い。あ、最高の朝食。最高だね。うん、これ最高の朝食でしょ。うん、本当にベスト。あー、いただきます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。はい、じゃあいただきます。はい、お茶もいただいたので。美味しそうだね。すげえ優しい、あれですね、食べやすい、うん、朝食で見たらめっちゃお腹空いてきたんで。はい、いただきます。召し上がってください。はい、いただきます。はい、お腹いっぱい。うまかったね。うまかったです。はい、ごちそうさまでした。完食しました。お腹いっぱいだね。いっぱいですね。ちょっと休めるよね。うん、少し休んで、まあ今日もいろいろ行くとこあるんで。そうそう、今日もいろいろ。はい、出発しますか。出発しましょう。はい、じゃあ戻ります。はい、はい、ということでですね、はい、今チェックアウトしてまいりました。しました、ね、いやー、すごく楽しかったです。いや、めちゃくちゃ良かったですね、やっぱり、ね、はい、ずっと来たかったんでね。また来ましょう、ね、来年。あ、まあそうですね、来年かな。うん、もうシーズン終わっちゃう、まあ、雪シーズンになっちゃうんでね、うん、雪になっちゃうからね。また次、うん、会津の方の山に来た時はまたお世話になりたいと思いますんで。本当ですね、はい、ご飯もね、めちゃくちゃうまいし、うん、本当ね、人がね、あったかいんで、本当にね、本当それが最高だよね。めちゃくちゃ居心地よくて、うん、朝起きた時家かと思いました。本当だよね。めっちゃでこう窓開けるとね、すっげー空気も美味しいし、うん、眺めもいいんでね。最高だよね。ぜひおすすめです。はい、皆さんもぜひ泊まりに来てみてください。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。ではバイバイ。バイバイ。